大変だ、偉いものがなくなった。恐ろしい伝染病のバイキンを入れたシャーレがなくなったんだ。もっとよく探すのだ。なくなってるわけがない。よく探すんだ。ここにもないな。やっぱりないわ。お父様はどっかに置き忘れたんじゃないの？そんなことはない。昨日チャン博士とジブ博士が来た時にちゃんとあそこにあったんだ。そうだ、ひょっとするとワクチンと間違えて2人に渡したのかもしれない。え、わしはお茶の水じゃが。おお、細田博士ですか。はあ、何、アトムを連れて大至急来てくれだと？恐ろしい伝染病、そりゃ大変だ。アトムや。博士、細田博士、何事です？生きるか死ぬかの問題です。そりゃ問題だ。アトム君の力を貸してください。はい。早速香港に行ってください。はい。何のために香港に行くんですか？お茶の水博士、この患者をご覧ください。獣みたいだ。ベコベア熱という病気です。重くなるとだんだん人間から猿、猿からネズミ、ヤモリに似てきます。それでわしたちに何をしろと言うんじゃ？昨日香港のチャン博士とカルカッタのジブ博士が別のワクチンを取りに見えたんです。このシャーレに入ってるワクチンなら絶対に効きますぞ。これで助かります。熱病で困っている人々助かるというものです。ところであのベコベア熱の患者はひどいものですな。博士、あの菌はどんな性質のものですかな？これらに似て伝染力が強い。しかしワクチンを発見しました。そりゃよかった。あんなものが地球上で流行ることを考えますと身震いがしますな。その時にワクチンと間違えてベコベア菌を渡してしまったらしいんです。それで二人の博士に直接会ってベコベア菌を取り戻してほしいんです。それじゃ何もアトムに。いや博士、危険なバイキンの運搬ですからアトム君のようなロボットの力がぜひいるのです。わかりました細田博士、すぐに行きます。ユミも一緒に連れて行ってくれたまえ。この子はベコベア熱の専門家だから役に立つはずです。アトム君、私が邪魔でしょ。あなた一人なら一飛びですものね。そんなことはありませんよ。私だって今に役に立つわよ。気をつけろ。こら坊主ども、さあさあ食べていらっしゃい。これ何？これ猿の脳みそね。これ蛇の丸焼き、精力つくね。こら待て、盗んだものは返すんだ。こら小僧、待て小僧。これがチャン博士の病院ですね。すごいところ、スラム街だわ。チャン博士にお会いしたいんです。先生は日本から帰りなすってな、風呂に入りなすってな。患者さんが多いですからな、5人診察なさってな。それからな、私たちは急いでるのよ。博士はどこにいらっしゃるの？ユミさん、中国の人って気が長いんだよ。旅行に出なすったわいな。行く先は、そうだ、そりゃ大変だ。確か先生のメモがここら辺に。メモ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 、プータっていう国に行きなすったよ先生は。どういうわけ？デパートの特売を教えてやったのさ。でも困ったわ、プータって中央アジアにある国よ。行くにはとても不便だわ。
プータ行く飛行機の便はありませんか？今すぐに。プータはインドのカリンカンという町からしか入国できませんよ。そうすると飛行機でカルカッタに行き、乗り換えてバグドルガンまで行かなくちゃカリンカンへは行けないんだね。あら、私のカバンじゃないわ。パスポートや何か大事なものが入ってるんでしょ、ユミさん。大丈夫よ、あのカバンには小型の送信機がつけてあるの。この受信機で音の大きくなる方へ行けばカバンになるところへ行けるわ。へえ、聞かれるぞ。海の方だぞ。あのジャンク船にあるらしいぞ。どの船にあるんだろう。この船だな。おお、アトム君か。カバンを返してください。返せないね。なぜですか？お前たちを我々の国に来させたくないからだ、アトム。それじゃああなたはプータ国の人なんですか？違うね、私はヌルー教のものだ。はっ！小僧、なかなかやるな。よし、こちらも手加減はせんぞ。さてはお前はロボットだな。ロボット、私は神を知らない人間面した機械ではない。人間だ、正真正銘の人間様だ。あれ、人間があんなに飛べるわけがないぞ。アトム、どうした？では私から行くぞ。の魔術を見たか？アトムさん、アトムさん。ユミさん、布切れに小型ロケットと爆弾が仕掛けてあったのさ。あのとこが空を飛ぶのも仕掛けがあるんだ。見ていてごらん。娘、日本に帰らないとヌルー教の罰が当たるぞ。橋でさ、下はフーグリ川だ。おじさん、一体どうしたんですか？ご覧の通りでさ、しばらくまたにゃ。あ、そうか、インド人は牛を大切にするんだったな。ここがジブ博士の家ですね。おや、お客様だわ。細田博士のお嬢さん、噂伺ってましたわ。日本から大切な用事で来たんです。僕たち急ぎますから。あら、そう言わずにぜひお食事してらしてくださいな。右手で食べるんですよ。親指と人差し指で跳ねるように口に入れるんです。奥さん、ジブ博士はどちらへ行かれたんですか？チャン博士と一緒にプーター国に熱病の治療に行ったんです。バグドルガまで飛行機、それからカリンカンね。突然プータンに入国したいと言っても手続きには3ヶ月もかかるんですよ。チャン博士とジブ博士は入国したんでしょ？このまま放っておくとプータ国に大変なことが起こってしまうんです。我が社といたしましてもいろいろと事情がございまして、なんとも。チャン博士たちがワクチンと間違えてベコベア熱の病菌を持ってったのよ。ベコベア熱？人間を獣のように狂わす恐ろしい病気なんです。そうですか、しばらく。支局長、あの少年と少女を入国させましょう。さもないと国際問題さえ起こりかねませんぞ。決心してください。おい！え？我々の言いつけを破るのか。ベゴベア熱だろうと何だろうと我々ヌルー教のお祈りで治ってしまうんだ。そんなことは信じられん。バカ！小僧、香港では仲間がだいぶお世話になったそうだな。なんで僕たち
奴の邪魔をするんだ。お前たちはヌルー教にとって厄介だからだ。うへー、動くな。動くとこいつの命はないぞ。ありゃあ、カジヤメ、また安物をよこしやがったな。ほらね、アトム、カバンの底に磁石が仕掛けてあるのよ。退却だ。待て、またロープを使ってるな。 あの小僧も飛んでくるぜ。面白い、我々と魔術比べをする気だな。僕が魔術なんかじゃない、僕はロボットなんだぞ。ロボットだって。君たちのインチキ魔術の種は分かってるんだ。それ、ロープを切ったぞ。カッカッカッ、演出は誰だ。こんなところはしないようになかったぞ。カットカット。今までにもこのヌルー教の連中によって何人かの医者が襲われているんです。一体どうしてそんなことをするのかしら。彼らはまじないやお祈りで病気を治せると信じているんですね。やめさせることはできないんですか。それが地方での勢力が強いためになかなか取り締まれないんですよ。プータンに入れば我々の庭みたいなものさ。博士たちはもう死んでいるかもしれんぞ。すごい雨ね。そうですね、博士たち大丈夫かな。あら、これ何ね、アトム。ヤマヒルですよ。木にいるのが落ちてくるんです。誰だね、こんな真夜中に。どうなった、何か用かね。キンピンまであとどのくらいですか。 あと150キロだね。この病院でチャン博士たちに行く先が分かるはずよ。聞いてみましょう。そうですか。博士たちはタンガラの近くにある部落へ行ったんですが、その辺はヌルー教の根拠地と言われているところなんですよ。タンガラ。そうです。ここから東へ250キロほど行ったところです。アトム君、タンガラ行く前にここで一緒に食事してこうよ。地下に食堂があります。アトム君もエネルギーを入れていくといいね。はい、私たちは定食。いいんですか、そんなものを頼んで。これ何ですの。牛肉と唐辛子にバターをたっぷり入れて煮込んだものです。そうですか、美味しいものですね。アトム君、味もわからないくせに知ったかぶりしてね。アトム君、もう少しゆっくり飛んでよ。寒くてしょうがないわ。あれがプータの首都だったお城だよ。タンガラまであと50キロあるわ。あれは牛の一種のヤクですよ。脅かさないでよ。これでも私は心臓が弱いんですからね。ユミさん、下ろしていい。意地悪。一体何だろう。怪しいものではありません。助けてください、追われているんです。ジャン博士。どなたじゃ。ユミです。あの男たちはヌルー教の坊主どもだ。ヌルー教。ヌルー教に逆らおうとしても無駄だ。おとなしく我々の言いなりにならぬとひどい目に遭うぞ。そんなことは絶対にさせるものか。よそから来たものだな。ヌルー教の恐ろしさを見せてやる。あら、人数が増えたわ。小僧、ヌルー教の魔術に勝てるかな。どうしたんですか、博士、ユミさん。ヌルー教の魔術だ。小僧、ヌルー教の魔術を思い知ったが。くさ、今の服だけでごまかしてたんだな。くさ。
蛇に噛まれたら誰でもイチコロだ。化け物だ。いくら文化が遅れてるからってロボットを知らないわけじゃないだろうにな。チャン博士、チャン博士、どうして倒れたの？それがね、急に眠くなるような変な気持ちがしたのよ。眠り薬を粉にしたものを奴らはきっと風上から撒いたんじゃよ。ほう、赤ん坊の具合を見にゃならん。おお、苦しかろう。大変な病気ですね。急性肺炎なんじゃ。応急手当の道具と薬はここにたくさんありますわ、ちゃん博士。ああ、そうか、助かる。博士、ヌルー教の人はどうして博士を襲ったんですか？わしがこの赤ちゃんを治そうとしたら、ヌルー教のおまじないで治してやると言ってきたんじゃよ。ああ、これでいい。あとは静かに寝かせておきなさい。ありがとうございます。まだワクチンは使ってないが、ベコベア菌だとはな。アトムくんや、あの角を曲がったとこは私の宿舎じゃ。あっ、おお、大変だわ。もしベコベア菌の入っているシャーレが壊れていたら、この村は全滅よ。さてはヌルー教の仕業だな。アトムくん、村の人を避難させてくれたまえ。はい。それからチャン博士、ベコベア病の予防注射をして手伝ってください。皆さん大変です、起きてください。大変だ。反対ですよ。電報です、起きてください。電報？いや、バカバカしい、こんなところに電報は来るわけねえ。困った人だな。よし、よかったわ。このシャーレはベコベア菌じゃなかったわ。そうか、するとジブ博士の持っているシャーレが。博士、ジブ博士はどこですか？ジブ博士はここから山を一つ越したヤントに出張中なんじゃよ。見えたわ。ゲブタゴール、ゲブタミス、ゲブタヌルミス、サカスとガメイニスメラニーダミルダミンダコンドルームダルームダミンザミザミザミザソレムダガブエトエトホッパーアマスションサンパンチャーコンストマストマレミダムンタレコンツァレファリーネ。何をやってるのかしら。よし、降りてみよう。何かのお祈りらしいわ、トム。気をつけなくちゃ、ヌルー教の連中ですよ。エトエトホッパース、アマスションサンパンチョーコンストンマストラムダラム。ジム博士が縛られてるわ。え、本当だ。鏡の前に寝ている人は病人だわ。コントロミダルミダメス、ピザレルス、スムダガーボエトエトホッパース。いつまでもそんなことをやってると病人は死んでしまうぞ。うるさい。村人を避難させるんだ。みんなコレラになってもいいのか。コレラ？アトムくん、なんとかしてよ。よーし、それ。静かに、お祈りの邪魔をするな。コンストラブダミーダラブダミーダムンターネコンツファリーネース。ゲブタグール、ゲブタミール、ゲブタミール、ゲブタズール。ユミさんじゃないか。なぜに尊い祈りの邪魔をするのだ。病人を助けるためです。病人はわしの祈りで治る。邪魔する者は立ちどころに神のお怒りに触れるぞ。そんないい加減なことで治るわけがありません。坊主め、また始めたな。小僧、ヌルー教の魔術の恐ろしさを見せてやるぞ。できるものならやってみろ。こんな子供魂に驚かされないぞ。種なんて分かっているんだ。
そうか、ご苦労様。ところで荷物は？この部屋を見てわからんかね。私の荷物のほとんどをヌルウキョウが奪ってしまったんだ。博士のシャーレにはベコベア菌が入っているんですよ。本当ですか？我が神聖なヌルウキョウは人類の平和のために戦わねばならん。諸君、ヌルウキョウのために村にいるあの小僧をやっつけるのだ。あれがヌルウキョウの本山ね。僕様子を見てくる。お留守に失礼します。あ、シャーレが壊れてる。しまった、大変なことになったぞ。ヌルウキョウの人たちにベコベア熱が移ったんだ。どうして？宮殿の中でベコベア熱を入れといたシャーレが壊れているんですよ。これベコベア熱のワクチン注射よ。この先を肌に押し付けるだけでいいの。それだけで60人分はあるわ。よし。追いついたぞ。これ以上君たちを生かせないぞ。当選馬だ。お前がここに来たとは都合がいい。手間が省けたというものだ。あなたたちはベコベア熱、ベコベア熱という恐ろしい病気にかかっているんです。なんて聞き分けのない人たちなんだ。それ、クジャを勘弁してくれ。それ、小僧をやめないか。やめません。ベコベア病がどんな病気か知らないんですか。うるさい。ヌルキョウのまじないの恐ろしさを知らせてやる。小僧を貴様をけだものにしてやる。ガブダラガブダブラガブラブ水だカブラブラベストミル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 。しまった、ベコベア病にかかっちゃった。大教祖様、教祖様、皆さん早く注射しないとこんな風になるんですよ。うわ、熱病の予防じゃ。予防注射